情報収集の方法は、初心者向け不動産投資の基礎講座、物件を探す編1。今回からは、実際に投資物件を購入する段階を解説していきます。まず重要なのは、物件についての情報を集めることです。高い買い物ですので、リスクをなるべく減らすため、より多くの情報源に当たるのが賢明です。 物件を情報収集する方法。顕微屋など、投資物件専門のサイトで探す。不動産業者から直接情報をもらう。セミナーを利用する。大屋の会に参加する。など。1、欲しい物件の状況を絞り込む。まずは、 自分がどういう条件の物件が欲しいのかはっきりさせることが重要です。物件の情報は膨大にありますから、どういう物件を買いたいか明確でなければなかなか選び出すことはできません。予算。いくらくらいの物件が欲しいのか。自己資金はいくら出せ、ローンはいくら組むのか。利回り。 表面利回り。満室で貸せた場合に得られる家賃収入を物件の価格で割って算出は何パーセント以上求めるのか。物件の種類。一棟もののマンションなのか、アパートなのか、戸建てなのか。単身者に貸すのか、ファミリーに貸すのか、新築なのか、中古なのか。中古なら築何年なのか。 などエリア首都圏なのか関西なのか九州なのかあるいは特定の都道府県かなどまた最寄り駅から歩いて何分かかる場所の立地にするかなどその上で実際に情報を集める方法を見ていきましょう2 投資物件専門のサイトで探す。まずは、投資物件専門のサイトで探すのが王道です。代表的なサイトが、ケンビアなどです。ケンビアで設定できる検索条件。地域。物件タイプ。利回り。価格。 新着24時間。価格交渉か。値下げ。会員限定。利回り15%以上。再建築不可。など。トップページを見ますと、ただいま4万2千何百何十何件ご紹介中。とあります。 このような膨大な数の物件の中から検索ボックスで条件を指定し、物件を絞り込んでいきます。例えば、地域の検索ボックスの三角ボタンを押すと、首都圏、関西、東海などのエリア名が出てきます。新着24時間、価格交渉か、など、 より細かい条件で探すこともできるようになっています。条件を指定して出てくる複数の物件のうち気になる物件があれば取り扱っている不動産業者に対して資料を無料で請求することが可能です。物件を気に入ればその業者とさらに連絡を取り合い現地見学などの ステップに進むことになります。ンビアのような投資物件専門のサイト以外にも、インターネット上には投資物件を専門に扱う業者のサイトがあります。初心者向きとは言えませんが、競売に出ている物件のサイトなどでも条件を探すことができます。3。不動産業者から直接情報をもらう。 不動産業者に伝えること。1、どんな物件が欲しいか。地域、物件の種類、価格、利回りなど。2、自分が物件を買える客であること。職業、年収、用意できる自己資金など。 不動産業者と親しくなり、良い物件の情報があれば、流してもらうという方法もあります。業者はプロですので、サイトに載っていない情報を知っているケースがよくあります。顕微屋などで検索した物件の資料を取り寄せることは、不動産業者と関係を作るきっかけの一つになります。大事なのは、自分が買いたい物件の条件を、 はっきり業者に伝えることです。また、職業、年収などの面で融資を受けて物件を購入できる買える客だということを知ってもらうことも重要です。買いたい物件がはっきりしなければ業者も良い情報を選んで流しようがありません。また、業者は 物件を紹介し購入してもらうことで手に入る手数料が収入ですので、買える客であると分からなければ積極的に情報をくれません。もちろん、業者と良好なコミュニケーションが取れるといった社会人としての最低限の能力は必要です。4セミナーを利用する。 当サイトでも紹介されていますが、各地で開かれる不動産投資セミナーを利用して情報を集める方法もあります。新型コロナウイルスの影響で最近は会場に直接集まるのではなく、ウェブ会議システムを使ったリモート形式も多いようです。実際に不動産投資を行っている人の体験談や、 融資を受けたり、節税をしたりする上でのポイントを聞けたりするので、不動産投資家としての知見を広げるにも役立つと言えます。5. 大家の会に参加する。各地には、実際に賃貸経営をしている大家さんが集まり、勉強会や懇親会を開く大家の会、家主の会があります。 ここに参加するという手もあります。大屋さん自身の成功談、失敗談を聞けるのはもちろん、大屋さんだからこそ知っている物件の情報を教えてくれたり、不動産業者や金融機関を紹介してくれたりといったケースもあります。メンバーによる物件の見学ツアーなども行われます。ただ、こちらも新型コロナの影響で、 実際に集まるのではなく、リモートでの交流が多くなっているようです。